こんにちは小寺信です働く人のためのダヴィンチリゾルブ、えー。今回はですね、色補正についていろいろ学んでいきたいというふうに思います。えー、編集をしていてですね、えー、カット代わりで色が合わないというようなケースってまあまああると思うんですよね。で、これはですね、原因はいくつか考えられます。1、えー、つはですね、えー、カメラの設定が悪いというケースですね。 あるいはその複数の違うメーカーのカメラを使ったために、えー、カメラを切り替えた時にですね色が合わないと、えー。もう一つはですね、えー、光の方が えー、変わっていってていいしままううと、えー、いうことこがあります、えー、例えばですね、えー、曇り空とかの場合で日が照ったり陰ったりしているような場合は刻々と色温度っていうのが変わってきますのでどうしてもそういった複雑な天候の時にはですね、えーまあ、時間をこうつ詰めていくとこうカット代わりで色が合わないということは起こりえます。 あるいはですね、えっと、広い工場の中で、えー、あっちこっちにですね、まあ、照明があって、しかも照明の種類が違うという中でですね、えー、移動しながら撮影をしているといった場合はですね、まあ、いろんな照明の下を通ってしまうので、えー、色がどんどん変わっていってしまうというようなことも、まあ、起こりうるわけですで。色を補正するという手段に関しては、えー、ダヴィンチ・リゾルブはもともとカラーグレーディングといってですね、色を作り込んでいくと。 いうような目的のソフトから発生してますのであの非常に強力なです、ね、補正機能があるんですけれどもそれを使いこなすにはです、ね、非常にあの専門的な知識が必要になってきます。で今回はは、ね、そこまでは なかなかの業務の中では求められないと思うので簡単に色を合わせていく方法とそれから色の基本というところをですね、まあ、少し、えー、お話をしてみようかなというふうに思っていますはい現在はですねテストのために、えー、メーカーの異なるカメラ2台を使って同時に収録をしています、えー、こちらの、まあ、バストショップ の方が、えー、ソニーのカメラそして、えー、広い絵の方が、えー、dji のアクションカメラで、えー、撮影をしているところですカメラにはですね、えー、ホワイトバランスのモードとして、えー、オートとそれからマニュアルという2タイプがありますあとはまあカメラによってですね、えー、と曇りとか、えー、日陰とか、まあ、いろんなモードがあるわけですけども、まあ、大きく分けるとですね、えー、オートとマニュアルに分けられるというわけです オートはですね、えー、ホワイトバランスを自動で追従してくれますので、えーまあ、こうした光量が安定しているところでもですね、まあまあ効果はあるんですけども、えー、実際にはですね、例えば、あの、鈍天の日とか、 えー、あるいはその室内でいろんな種類の光源があって、えー、色がミックスされてるといった場合にですね、まあ、移動しながら撮影するといった時に、えーまあ、光のバランスがいろいろ変わるわけですね、まあ、そういった時にですね、えー、オートモードは自動で追従してくれるので非常に便利だというわけです、えー、一方ですね、えー、今日のようにあの非常に天候が良くて、えー、色が安定している場合はですね、まあ、オートモードよりは むしろマニュアルでホワイトバランスを取って固定した方が安定した色味が得られるというですね、メリットがあります。まあ、どちらもですね、メリット、デメリットありますので、場合によって使い分けるというのがいいのかなと思います。で、現在はですね、ホワイトバランスオートでどちらも撮影していますので、違いというのはですね、もう本当にあの、カメラの特性の違いと。 いうところで、色味とか、あるいはコントラストみたいなところが変わっていくだけということになります。ではですね、これをマニュアルでホワイトバランスを取って、どのように違うのかというのをテストしてみたいと思います。えー、はい、現在はですね、マニュアルでホワイトバランスを取ったところです。あの天候が安定しているので、オートモードとあんまり違いがないかもしれませんけれども、まあ、一応マニュアルで取ってみると。 ソニーのカメラはです、ねえー、ホワイトバランスを取ると、色温度が出ます。DJI のカメラはです、ねえー、とマニュアルモードとは言っても、えー、ホワイトを取り込む機能がなくてです、ねえー、色温度あの、ケルビンで、えー、色温度を指定するという格好になっています。えー、なので、えー、ソニーのカメラで測定したところ、今日は5400ケルビンだったので、えー、DJI のカメラの方も5400に合わせてあります。 えー、でホワイトバランスの取り方なんですけれども、えー、一般にはですね、まあ、こうしたえっと白い紙をカメラの前に、えー、持ってきて、まあ、その中央値でですね、えー、ホワイトを取り込むというようなあ方法を取るのが一般的です。であのこの白いものはですねえっと特にあの何でもいいと思うんですよね。あの白ければ 例えばあのコピー用紙とかでも、えー、十分対応できますけれどもあのただあ,のあまり薄いとですね、えっと、裏側が透けたりしますので、えー、その場合はですね、まあ、4枚とか5枚とか、えー、重ねて、えー、ホワイトバランスを取っていただければいいかなとただしです、ね、その日の撮影する、えー、ショットはですね、まあ、みんなその同じものを使って、えー、ホワイトバランスを取ると、えーまあ、色が安定すると。 いうことになります続きましてはですね、ホワイトバランスの設定を間違えたという想定で撮影をしてみます。上の DJI の方は先ほどと同じですね、5 4 0 0 k ンで撮っています。一方、出版のソニーのカメラの方は3 4 0 0 k ンで撮影しています。3400っていうとですね、普通はあのいわゆる電球色ですね、電球色の照明の時に、 使う程度の色温度なんですけども日中の明るい場所で撮影するとこのように非常に寒色というかね寒い色で撮影されてしまいますこれをですね補正するにはどのようにすればいいかというのを試してみたいというふうに思いますはいそれではですねいつものようにダビンチ・リゾルブの操作の方でレクチャーしていきたいというふうに思いますまず最初にですねどこを が問題なのかというとうですね、まあ、このソニーのカメラで撮影したバストショットの映像が色温度が違っていると。で、これをですね、合わせなきゃいけないというわけです。で、どこに合わせなきゃいけないかというと、これ編集点ですよね。えっと、この前の編集点のところとここの編集点のところ。えー、ここでですね、大きく色が違うので、まあ、ここを違和感なくしたいっていうところと、えー、もう一つはここですね、あのー、 別のカメラでインサートしているところ、えー、ここの間、ここの間もですね、まあ、色を合わせなきゃいけないわけです。まあ、要するにですね、あの正しい色に修正すれば、一応ここの広い絵と前のカットはですね、色が合っているので、えー、問題はここだけですね、このカットだけ適正に補正すればいいということになります。 でまずですね、最初にトライするべきは、まあ簡単の方法から、えー、順次トライしていくわけですけども、一番最初にですね、トライするべきは、えー、カットページで何とかできないかというところから検討していきたいというふうにもあります、えー。カットページにも色補正の機能があります。えー、こちらの方ですね、えー、ここのところに、えー、ツールがあります。こちらの方をですね、クリックすると、えーまあ、ここのですね、 この段ににい、えー、いろんなな、えー、機能が、えー、選べるようになっていますで、その中でですね、えっと、カラー、まあいろいろあるんですけど、カラーっていうのを選びます、えー。で、ここでですね、自動カラーという機能があります。で、こちらを押すとですね、えー、ダヴィンチリゾルブが考えたホワイトバランスに補正してくれます。っと試しに、えー、っと押してみましょう。はいあの。瞬時に変わりますけども、えっと、押す前。 これ押すですね。で押した後です、えー、で,ですね、えー、まあ,あの残念ながら、えー、それほど万能ではありません、えー、ただですね、まあ、少し、えー、色がずれてるという程度ではですね、えー、かなり、えー、効果がありますので、えー、ちょっと違うなというところがあればですね、まあ、これを試してみる価値はあろうかというふうに思いますで今どのぐらいの補正力になっているかというとまあこことここですねこれぐらい、えー、違っていると いうわけなんで、えここはさすがにですね、連続で再生してみると、重ねて、えー、ホワイトバランスを取っていただければいいかなというふうに思います。続きましてはですね、まあこのぐらいですね、まあ、違和感がまだありますね。えー、ということで、えー、この方法で補正しきれなかったので、えー、次のステップへ進みます。一,一度これをですね、えー、元に戻しておきます。 で、次はですね、カラーページの方へ移動して、同じように簡単な方法から試してみたいと思います。こちらですね、カラーページの方へ移動しまして、実はですね、カラーページの方にもオートボタンがあります。こちらですね、自動バランスって書いてあります。こちらのボタンですね。こちらの方を押すとですね、同じように自動補正がかかります。試しに押してみます。はい。押してみました。で これはですね、えー、先ほどのカットページの、えー、自動バランスと似てるなということがわかると思うんですけどもまあ追いつけない。 わけなので,でカラーページにはもう一つ使い勝手のいい機能がありますのでそちらの方をご紹介したいと思います他の色の情報を参照してですね、まあ、大体同じ色にしてくれるという機能があります、まあ、色の、まあ、借り物競争みたいな機能があるんでえそちらの方を使っていきましょう、えー、補正したいクリップをまず選んでですね、えー、選んでおいて、えー、そして、えー、補正したいクリップの上に カーソルを持ってきますこの時ですね、選んではいけません。あのただカーソル移動するだけです。で、そこでですね、マウスを右クリックしてメニューを出すとですね、メニュー出てくるんですけど、このクリップにショットマッチという機能があります。で、これを押すとですね、こちらの機能ですね、こちらのショットですね、このショットの色味具合を読み込んで、こちらの方へ移してくれます。 えー、なのでですね、えーと簡,単にえー、簡単に色合わせたいっていう場合はですねこの機能は非常に有効ですただですね、まあ、厳密にはあともうちょっともう一歩かなというところがありますので、えー、次はですね、えー、とマニュアルでどうやって補正していくのかというところをレクチャーしていきたいと思います。 マニュアルで補正するには、まあ、どういう機能を使っていくかというと、まあ、一番使いやすいのがこちらですね、えっと、プライマリーカラーホイールというのがありますこちらがですね一番色補正には使いやすいかなというふうに思いますでこちらにですねリフトガンマゲインオフセットと いう格好で4つのホイールがあるのがわかりますそれぞれがですねま一体何をしているのかというのをですねまずは把握する必要がありますで、このためにですねまあ、便利なのがこちらですねこちらの方に波形のマークがありますけどもこちらをですね押すと波形モニターが出てきます最初はパレード図っていうのを見てみましょうか パレード図はですね、えー、色の、えー、暗いところから明るいところまでを RGB に分解した格好で、えー、表示をしているところです。で、これでですね、えーまあ、この表示を見ながら、えー、それぞれリフトガンマゲインオフセットが一体何をしているのかというのをまず調べていきたいと思います。えー、で、このカラーホイール、一見その何をしでかしてくれるのか、あの非常にあの、 よくわからないと怖いと思うんですけど、構造的には簡単です。このまカラーホイールっていうところは色をいじっていくところですね。色のバランスをいじっていくところ。そしてここの横のメーターがですね、それぞれオフセットゲインガンマリフトンの明るさ量っていうかですね、まああの軌道方向っていうんですけども、ま明るさ量を調整するためのスライダーになって。 います、えー、ではですね、えー、パレード図の方を参照しながらそれぞれがですね、まあ、どういう動きをするのかを、えー、試してみたいと思いますまずリフトの方から見ていきましょうリフトの方をですね、まあ、この横スライダーをいじると、まあ、このような動きになりますでこれはですね一体何をしているのかというと、えー、明るい方は固定しておいて、えー、暗い方だけを、まあ、上下してるわけですねこういうふうに伸び縮み,じじみ えー、していいるるととうのが分かると思いますつまりリフトはですね、えー、暗い部分を担当するパラメーターだということが分かります。じゃあ1個飛ばしてですねじゃあ原因はどうなのかというとですね原因の方をちょっと動かしてみましょうか。はい原因の方を動かしてみると、えー、リフトとはですね、えー、反対方向になっていると動きが反対になっているというのが つまり下の方は固定されていて上の方だけをこう動かしているというわけですね。つまり原因は明るいところだけを担当しているというわけです。えー、ではですね真ん中のガンマは何なのかっていうとですねこれあの真ん中っていうぐらいだから想像できる通りですねえ真ん中の部分を、えー、扱っています。 つまり上下は固定しておいて真ん中の部分だけをこう上に寄せたり下に寄せたりするわけですねまあ真ん中の辺りをまあ担当してるわけですではオフセットは何なのかというとですねオフセットを動かしてみますオフセットを動かすとですねいかがでしょうかオフセットはですね、えー、結局こう全体をこう上げたり下げたりという機能があるわけです でオフセットは全部を、えー、いっぺんに扱うときに使うというわけですね。まあこんなわけで、えー、リフトガンマ原ンオフセットっていうのはですね、まあ、下から順に、えー、一番暗いところ、真ん中のあたり、えー、上と、で、オフセットは全体というふうに分かれているなというのがお分かりいただけたかなというふうに思います。でですね、えー、実際にこれを使ってですね、 えー、まず最初に色を合わせたいんですけども、えー、色は色もともかくですね、えー、明るさ自体も、えー、違うところがありますので、えー、そちらの方からですねまずは合わせ込んでいくという作業をやってみたいと思います一旦これをリセットしてですね、えー、とりあえずこことここが一番、えー、絵柄も同じだし、えー、違いが分かりやすいので、えー、ここをですね合わせていきたいというふうに思います。 まず、この明るさですね。明るいところ、えー。この違いをですね、確認していきます。で明るいところはですね、実はそれほど、えー、違いがないということがわかります。で、えー、次にですね、えっと、暗いところ。まあ、ここですね。このあたりで。このあたりの違いを見比べていくとですね。 まあここもあんまり違いがない、大きく違いはないということが分かります。ということはですね、えー、ガンマのあたりですね、一番真ん中のあたり、えー、ミドルレンジのあたりですね、まあ、このあたりの、まあ、配分が、えー、違うと。どっちかというと、下に落ち気味になっているということが分かります。えー、なので、えー、まずはガンマの原因をいじって、ですね、まあ、この高さをだいたい合わせていくという作業をやっていきます。 えー、こちらの方でこちらのカットでガンマをですねちょっと上げていくわけですねはいうちょっとですかねで今ですね注目してるのは、えー、グリーンの部分です、えー、グリーンがですね一番軌度としては、えー、支配的なので、えー、グリーンの波形をだいたい合わせていくとですね、えー、明るさ的には、えー、近いところまでい、えー、きますで、えー、R と R G はですねカラーバランスを変えていくと、えー、次第にですね、えー、だんだん合ってきますので今のところはですねグリーンを注目して合わせていきます。で今どうなってるかっていうとですね、えー、ガンマを持ち上げたんですけども、えー、と暗い部分がちょっと持ち上がってしまいました。ということでですね今度はリフトを使って暗い部分を引っ張っていきます。 これでですね、えー、このぐらいでおおむねあったかなと、えー、明るさ的にはおおむねあったかなと、まあ、いうことになります。で、次はですね、えー、大きく違うのは、やはり色味が違いますので、えー、この色味を合わせていきたいというふうに思います。で、色味もですね、えー、別のあの波形モニターがありまして、えー、そちらの方を参照していきます。で、こちらの方からですね、えー ベクトルスコープというのを呼び出しますでベクトルスコープはですね、えー、それこそこの色味を、えー、見てるわけですねこの真ん中の円があってこの円が、えー、いわゆるこの横のカラーホイールの、えー、色と、えーまあ、あの方向的にはこう合うわけですねで、えー、と見づらいと思うんですけど、えー、とここにですね2倍拡大で表示っていうのがあります、えー、と普通はですね普通はこのサイズになっています でこれだとですね、波形がちょっとちっちゃいので、えー、見づらいということで、これ2倍拡大で表示というのを本にしておきます。で、これでですね、見比べるとですね、色がどん,どんな感じでずれてるのかがわかります。えー、こう比べるとですね、えー、色味全体が、えー、どっちかというと、えー、こっち方向なので、このカラーホイルで見るとこっち方向ですね。えー、青、緑方向。 に全体的にシフトしてるなといるとうことが分かりますこれはあの実際に絵の方を見てもですね実際にこのやっぱ青緑っぽい感じになってますのでそっち方向引っ張られてるなということが分かります。でですね色を補正する時に一番効果的な部分はですねガンマの部分です。明るさの中間値のあたりが一番色としては支配的なのでまずガンマの方をカラーホイールを調整してですね 近づけてやるという作業を行います。まあ、こんな感じですね。これで比べてみます。はい。いかがでしょうかだいぶ近いところまでは来ましたね。ちょっとこっち寄りすぎですかね少しこっちかなはい。だいぶ近いところまで来ました。えー、ただですね、まあ一部。 えー、波形が、ままあ、全く同じにはなりません絵柄ってこうあのどんどんバランスってやっぱり動いているので、えー、全く同じ波形になるということはですね、えー、基本的にはありませんでまだ少しずれ、えー、があるなというところが分かると思いますで何がずれてるかっていうとですね、えー、若干補正した方が赤い感じがしますね、えー、顔の色味とかはいいんですけど、まあ、若干赤いということが分かります で、これでですね、えー、ではパレード図に切り替えて何が違うのかを見ていきます。えー、やっぱりもうちょっとですね、えっと、上の方へ引っ張られすぎているので、まあ、少し下げていきますか。はい、こんな感じかな。では、えー、ベクトルスコープの方へ戻って、えー、次に何が支配的なのかを考えていきます。えー、空のですね、えー、白いところ。 えー、この辺ですねこの辺に、えー、注目をしていただきたいんですけども、えー、ソロが若干青みが強い、えー、わけです。でここもですね若干シフトしてやる必要があるなということで明るさ方向が原因なのでこれをですね少し合わせ込んでいきます。主おねいいですかね。 えではですね、次に黒いところを注目します。えっ、ー、と、まあ、分かりやすいようにですね、今回、えー、あえて、えー、黒いトレーナーで撮影しているんですけど、まここの、この部分ですね。で、黒い部分がどうなのかというと、えー、黒い部分はですね、若干赤みが強くなってしまっているのがわかると思います。なので、えー、リフト、暗いところを担当するリフト、こちらの方で、赤み方向は、えー、の逆の方向へ持っていくわけですね。 たえっと、ベクトルスコープの方を注目してほしいんですけれども、えっと、ちょっと大き,大きく動かしますね、まあ、リフトを動かすとですねこんな感じになりますでこれはですね、えっと、黒の部分をいじってるわけですけれども、えー、黒がですね本当に真っ黒であるためにはですねこのベクトルスコープの,この中心点の方にいないとえー 信号が集まっていかないと、えー、黒にならないわけですね。まあ、大きくずらすと、まあ、こんな感じ赤方向をずらすとこう、えー、緑方向をずらすとこうという感じで、えー、本当に真、あ、っ、のーまあ、黒にするためにこの中心にこう合わせ込んでいくということが重要になるわけです。なので、これをいじって中央へ。あるいは原因も同じなんですよね。原因の方も大きくいじってみましょうか。原因の方もですね、まあ、こんな感じで、えー、大きく、えー、明るい部分が。 作用すすするわけですけででどももこれもですね白を白として認識白い雲は白い雲だというところで認識するためにはですねこの、えー、この引っ張り引っ張られ具合をですねなるべく中心の方へ近づけていくというわけです。ではこれで比べてみましょうか。こんな感じですね。はいで若干ですね、えっと、黒浮きしてるかなという感じがありますのでこリフトともうちょっと絞って。 いきましょうかはいえー、黒がちょっと緑っぽいので少しそこは戻していきましょうかはいまあおねこんなところかなと思いますでちょっとですねえー、とカットページ戻って再生してみましょうか。えっとで えー、ホワイトバランスを取っていただければいいかなというふうに思います続きましてはですね、はい、まあ、このぐらいの感じですねあの先ほどよりはまあ全然違和感なく、えー、見られるようになったのかなというふうに思います、えー、でですねま一、あ、つの色補正がまあ成功しましたということで,ですねじゃあこの残りのカットはどうするんだと、えー、いうことになるわけです でこれはですね、カットトペペーーージののの特徴的なな機能なんででですすすけども、えっと、色の状況のコピーペーストができますこれはですね何も考える必要がなくてですね、この今補正したカットは22番で、この数字の周りにですね、まあ、レインボーカラーついてますけど、これ、あの色をいじるとですね、まあ、こうやってレインボーカラーがついて、ここはいじってますよというのが分かるようになってるわけです。で、これを選んだ状態でですね、えっと、コピーして、 で残りのですね24番と25番こちらをマルチ選択してペーストとやるとですねここの22番の色情報が色補正情報がです、ね、こちらの方へ転記されますので全く同じようになります。というわけで,ですね、えっと、1箇所補正すれば他のところはコッペでいけるということがお分かりになったというふうに思います。 ライブストリームのようなですね、まあ、長尺のコンテンツの場合は、ホワイトバランスをオートにしていても、ですね、まあ、途中で色が変わっても、あんまり問題にならないんですよね。なぜならば、ですね時間をかけてじわーっとこう色を追従していくので、見た目にはほとんどわからないわけです。ただ、一方ですね、そういったコンテンツを編集で間を抜いてしまうと、色が変わっているのが、ですねカット代わりのところでばれてしまうということが起こるわけですね。 えーまあ、そういうわけなので、えー、編集だけに、えー、特化した撮影の仕方をすれば、えー、色が合わないということはあんまりないわけですけども、えー、ライブコンテンツを編集して短くしていくといったケースもまあまああると思うので、えー、そういった場合にはですね、えー、このような方法で、えー、色をできるだけ違和感がないようにつな、えー、いでいくという方法が有効なのかなというふうに思います。 え皆さんもですね、えー、自分の編集したコンテンツで、えー、なんか色がジャンプするなと思ったら、まあ、こうした方法を使って色を調整してみてはいかがでしょうか